い、こんにちは。この間マイリー・サイラスがリアムと結婚してから8ヶ月で離婚をしたという動画を投稿しましたが、それから恋愛に大忙しそうなのでアップデートをしようと思います。まずマイリー・サイラスは俳優のリアムと離婚をした直後にブレディ・ジェナーの元妻ケイトリン・カーターと付き合い始めて、一緒にイタリア旅行にも行ってたほどなんですが、マイリーはまだ恋愛の準備ができてないという理由で2ヶ月後に別れました。ケイトリンはマイリーに対して理解を示しているそうで、2人は今でも友達みたいです。しかしその後マイリーはアサイボールを歌手のコーディ・シンプソンと食べながらキスしているところを見られました。コーディとマイリーは2014年にマイリーとリアムが一時破局した時にもデートに行っていました。マイリーはインスタグラムのストーリーにコーディが反乱の写真を投稿し、22歳チェック、オーストラリア人カッコタイプチェックなどコーディの好きなところのチェックリストを投稿しました。また別のストーリーにコーディはマイリーを投稿しベイビーとマイリーのことを呼びました。ベイビーと呼ばれたことが嬉しかったのか、その後マイリーは自撮りを投稿しベイビーと書きました。また自分自身のベイビー、つまり子供の頃の写真も投稿しました。マイリーはコーディにとって幼い頃からの憧れで、2012年、つまりコーディが15歳の時のインタビューで、ずっとマイリーのファンでこれからも自分にとってスターでいると思うと言っています。まさかその7年後に自分が付き合えるなんて思ってなかったでしょうね。この件に関してマイリーにはとてもネガティブなコメントが飛び交っていて、マイリーはツイッターで、私は楽しんでいるだけ、ただ家でゴロゴロしてネットフリックスだけを見て過ごすなんて嫌だわと述べてます。マイリーは2009年の時、つまり16歳の時からリアムと付き合っていて、10年後に結婚してるので、いろいろな人とデートに行くなど周りのティーンが楽しむことをしなかったため、今やっとそれをしていていいんじゃないかという声もあります。現在マイリーは病院に入院中で、お見舞いに来たコーディのことをボーイフレンドと書きました。セレブがすぐ交際を認めるのは珍しく、元カノのケイトリンのこともインスタに写真は投稿する中、公でガールフレンドとは一度も言っていません。いろいろな人がこのコーディのことはお遊びと思っていたみたいですが、実は本気の恋なんでしょうか。皆さんはどう思いますか？コメント欄で意見を聞かせてください。それではまた。